Gunpla Battle. Experiment mode started up. Beginning. Plumsky Particle R2 Dispersal. Field 1. Space. 新粒子対応試作機起動。 3800粒子反応速度 0.03 機体損傷なし。各システムオールグリーン。重冷機をはるかにしのぐ性能です。全ては粒子結晶体のさらなる高純度生成を成功させたニルス所長のおかげだ。 基準値の3倍まで膨れ上がっています。準粒子対応試作機コントロールできません。システムを緊急停止させろ。ダメです。止まりません。なんだ。
聞いた聞いた、ユウくん。たった今、矢島商事から招待状が来て、新型バトルシステムのテストパイロットとして、トライファイターズに参加してほしいって。しかも旅費も宿泊費も全部向こう持ちで。ふみちゃん、僕は全国大会用にガンプラを回収したいから。そうだよね、全国大会前だもんね。ん、ううん、気にしないで。ごめん、ふみちゃん。未来さんが紹介してくれたこのアルバイト、断れるはずがない。仕方ない、テストパイロットの件はキャンセルで。ふみなちゃん。先輩、俺テストパイロットします。待っててください、すぐ用意してそっちに行きますから。おお、富士山だ。やっぱりでかいな。ママったら。行き先は南の島、美しいビーチで世界くんと二人きり。ギャー、あれが年頃の娘に言うセリフ。先輩、顔が赤いですよ。風邪ですか？なんでもないから。本当ですか？本当になんでもないから。またシステム障害が。わかりました、私が直接そちらに出向きシステムの検証を行います。2週間前と同じ突発的な粒子供給量の増大、再現性のある不具合となれば、招集したテストパイロットに新システムを使わせるわけにはいかないな。新型バトルシステムが使えないんですか？まだ調整に時間が必要なの。そんな。本当にごめんなさい。調整が終わるまで宿泊用のロッジで待機してもらえるかしら。少し歩けばビーチにも出られるし、中には従来型のバトルシステムやガンプラ製作スペースもあるから。せっかくここまで来たのに。仕方ないわよ、言われた通りここで待機しましょう。わあ、素敵。わあ、このソファふかふか、広っ。バトルシステム。先輩、こっち。南の島で世界くんと二人きり。南の島で二人きり。南の島で。何をしているのかしら。いくらリゾートに来たからって羽目を外しすぎ。木島さん。なるほど、これがリア充っちゅう生き物かいな。どうしてここに？もちろん新型バトルシステムのテストパイロットに選ばれたから。ワイもビルダー代表として招待を受けたんや。去年の全国大会準優勝の木島さんやベスト4の酒井くんはわかるけど、なんでギャンコがここにいるの？ヨーロッパで行われているオープントーナメントの予選に出てる兄さんの代わりに私のパートナーとして来てもらったの。そういうこと、よろしくね、フミナさん。なぜお兄さんの代わりにギャンコ？わからない、フミナさんを世界くんと二人きりになんかさせないためよ。私はそんなつもりでここに来たわけじゃ。どうだか。ちなみに私はそんなつもりで来ました。はっきり言う、気に入らないわね。どうも。あなたたち何を。わかりきったこと。
恋もガンブラバトルも先手必勝。あれ、世界は自分らがアムロとララーバリにニュータイプ会話しとる間に散歩するいうて出てったで。それよりもせっかくこないなところまで来たんや、やろうやないか、楽しいガンプラバトルっちゅうやつを。フミナちゃんにも新作持ってきたんやで。新作？見たってや、これが次の名人杯に向けてワイが新作したスーパーフミナバージョンティターンズメイドじゃ。あなたいい加減懲りなさいよ。お待ちしておりました所長。出迎えなど必要ありません。今僕たちがすることは新バトルシステムの不具合の原因を見つけ出すことです。ここに来るまでに何度も検証しましたが、僕の理論に間違いはありません。とすれば不具合の原因には外的要因が存在します。何者かがシステムに介入を。ネリス所長、また不具合が発生しました。何ですって。神木バーニングガンダムだ。かっこいいだろ。うん、とっても。撮影用のガンプラもう少しでできますから。ねえ高坂くん。なんです？あそこにいる人ものすごく世界に似てるような気がするんだけど。え、世界？どうしてここに。やっぱり世界よね。何、一緒に来てたんだ。あの女の子は誰かしら。さあ、あいつまだ女の子を増やすつもりか。というか若すぎるだろ。どれだけ守備範囲広いんだよ。世界、世界くん。この声は。どうして水着に着替えてるわけ。分かってるくせに。戦闘態勢を整えただけ。誰と戦う気を。何？あ、先輩。世界くん、誰よこの子。誰って、今さっき会ったばっかりで。まあ。あれ、どこに。どういうことなの世界。ナンパ、ナンパなの。星野さんたちまで。あら、なんでフミちゃんまでここに。まずい、まずすぎる。おーおー、高坂のユウマくんやんけ。こないなところで会うとは土偶やな。奇遇だろ。要するに全国大会用にガンプラを補修するなんて嘘までついて、テストパイロットの招待を断ったのは未来さんに紹介されたからなのね。大方水着姿に目がくらんだんやろ。え、ユウマ。面目次第もございません。さっきの子可愛かったわね。年派もいかないけど。ああいう子が好みなんだ。年派もいかないけどねえ。世界くん、なんで俺まで。ユウくんってこういうことする人だったんだ。いや、だからその。世界の裏切り者。何を裏切ったんだよ。なんだか合宿みたいになっちゃったね。楽しくていいじゃない。新粒子結晶体、粒子放出開始します。粒子放出量82、88、94、99で安定。さあ、どこから来る。システムへのクラックか、それとも粒子放出量増大。どこにも異常が。どういう。
外的要因とは。見つけた。粒子放出量さらに増大。このままでは研究所全体に影響が。姉ちゃん、先輩、せめて飯くらい食わせてくれよ。でぃ、何？停電？ああ、世界くん怖い。どさくさに紛れて何してんのよ、ギャンコ。今、何かが外を。幽霊やったりしてね。やめろ言うな。バカバカしい。幽霊なんているわけないじゃん。出た。次元波王流聖剣突き。なんだこの手応えは。ガンプラ。ガンプラってどういうこと。あの時と同じだ。もしもし、星野さん、すぐに避難して。何かあったんですか。ラボの地下開発室で人工結晶体が暴走して。もしもし。なんだあれは。行きましょう。ニール戦ラボが変貌している。ユーマ、あの検証はもしや。ああ、8年前結晶体が暴走した時と同じだ。早く止めないと大変なことになるぞ。止めるってどうやって。中にすら入れそうにないじゃない。方法はある。人工結晶体が暴走しているなら周囲にプラフスキー粒子が充満してるはず。さっきのガンプラみたいに。そうか、なら8年前聖さんたちがやったみたいに。そう、ガンプラで結晶体の暴走を止めるんだ。おあつらえ向きにナイスな発射台が置いてあるで。よし、まだ生きとる。研究モードで起動させるで。ねえ、未来、本気なの？本気でやる気なの？里美はこのガンプラを使って。マジで？ガンプラバトル、コンバットモード、エメージェンシースタートアップ。Please set your Gunpla! 星野フミナ、スターウィニングガンダム。高坂ユーマ、ライトニングガンダム、ストライダー。佐々木薫子、キャンスロット。キジマシア、ガンダム WO、シアクアンカ。堺みなと、ダブルゼッツ。神木未来、デアッカイプリティ。船木さとみ、かわいいガンプラ。神木世界、神木バーニングガンダム、行くぜ。はい。やはりバトルフィールドの外でも動く。目標は地下開発室よ。なんだこれは。人工結晶体の影響でバトルシステムが暴走しているんだ。これが8年前と同じなら他にも暴走してるはずやで。さあ気をとれ、お出迎えや。みんな暴走して。どうして。一気に消しちゃって。まーい！
期待だ。逃げなさい。あなたはニルス博士。あれは新粒子対応の新型が暴走した粒子結晶を取り込んで変容したガンプラです。君たちが使っている従来のシステムとは比べ物にならないほどの力を秘めています。ここは我々に任せて避難を。冗談。ここまで来て尻尾巻いて逃げられるか。つまりあの機体を倒せば暴走は収まるということなら、やってやるさ。新型機が何なら、これでぞ次元波大丈夫か。
トン・リングレイ、ソレスタル・ビーング、これにレーザなんちゅう攻撃仕掛けてくるんや。このままじゃもう一発来たら耐えられない。先輩、あれを使いましょう。世界くん、世界、あれ、何かまだ手があるの？そうよ、世界くんたちにはまだあれがあるじゃない。全国大会用のとっておきか。そういうことなら港、ファイラが時間を稼いだら、とっておきを出さんかい。勝利への水先案内人はこの坂井みなとが。先輩、いけ、クラフスキーパワー。ニル社長、粒子暴走が。ああ、ありがとう、ビルドファイターズ。やったわ。でもどうして粒子が暴走を？
やっぱり君だったんだ。お兄ちゃん。やっぱりって、もしかしてこの子が結晶体よ。なぜ暴走したのかは分かりませんけど、この子、自分のガンプラが欲しかったんですよ。ガンプラが…そっか。残念だけど、そのガンプラはあなたのガンプラじゃないわ。ガンプラはね、自分で作るものなの。自分の手で作って初めてあなたのガンプラになるのよ。でも私作れない。なら一緒に作ろう。俺たちが教えてやるよ。どうかな。作る。ニルス博士、あの子のことは分かっています。怪我人も出なかったことですし、このことを公にするつもりはありません。僕だって望んでいるんです、あの子が楽しくガンプラを遊べるように。かつて大切な友人たちから僕が教えてもらったように。 I wanna know。残念ね。みんな、ありがとうね。すっごく楽しかった。バイバイ。ママもガンプラのおかげでパパと知り合えたのよ。